さあここからは大久保さんによる SKE48 コーナーです。そうですよ、やったー、 お待たせいたしました。久々に SKE に会うんで何かやりたいことないですかって言われて、せっかくこんだけ の女子がね、はい、いるなら私合唱をやりたいと、そうなんです。私小学校の時合唱部で、カラオケ行ってもすぐ人の曲に入ってハモっちゃうタイプ。すごいハモりたいなと思ってぜひみんなとやりたいと思ったんですよ。嬉しい。ハモっていただけるんですか。ハモりましょう。夢のコラボレーションです、ね、夢のコラボですよ。これはスローテート的にはどう思ったんですか、この話は。いや、合唱と聞いてちょっとびっくりしてたんですけども、まあでもね、大久保さんと一緒に歌えるということで何の曲がいいかなって思ったところ、はずみさき、嬉しいいかなと思いまして、やっぱり SKE48 にとっても大切な曲なので、なるほど、もう累戦崩壊しますね、これ完全に。はずみさき、実際に愛知県南知多町の知多半島の先端にある岬なんですよね。ミュージックビデオも実際にそこで撮影されてらっしゃいますもんね。大久保さん、それを聞いてどうでしょう。私がね、たまたまはずみさきが一番日本で好きな岬だったんですね。わー、嬉しい。そうだったんですか。そうなんですよ。すごいでしょ、光栄な。だからはずかずかと思って、さすが愛知県出身、はずって呼んでるんですだから持ってこいの曲をね持ってきてくれたんで、もう頑張りますよこれは。皆さん的にも準備は大丈夫ですか。はい、初めての合唱ということですごく緊張してるんですけど、頑張ります。そしてですね、今回ピアノの担当、東リオンちゃんがしてくれます。あら、東リオン、かわいい。お嬢様感がすごいですね、東リオン。あら、ねえ、はい、面白いですね。それでは、はい、歌の準備をお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。待ってください。さあ、はずみさきということで、ね、これ本当に、ドキドキし、大事な歌ですからね、これ。もともとはこのはずみさきという場所なんですけれど、うん、やっぱ地元の方がね一番よく馴染みのある場所で、なかなか他の方は知らなかったんですけれど、実際に2010年に SKE48 の皆さんが発表されてからは、全国からファンの皆さんが、もう聖地ですから。そうですね、はい、聖地巡礼に訪れる方がね、もう本当にたくさん、はいね、すごく大事に思ってくれる人がねどんどん増えていくんですね、この弾み先を。そうですね、すごい景色も綺麗なところですもん ね、 そうですね、はい、ということで、でもまあこのね、すごいコラボレーションですよね、本当にね。いや、史上初ですからね、なかなか見たことが。さあ、準備の方が整ったようです。できました。はい、はい、今夜は特別に合唱アレンジでお届けします。 SKE48 と大久保佳代子さんで弾み先。どこまでも続く。
横にね、大谷ちゃんがいたんですけど、はいはい、あんなに大谷ちゃんをこう、なんちゅうの、頼ったこと初めてでしたね。ギリギリじゃないですか。大谷ちゃん、もっと声をちょうだいと思って、すごい今頼りになりましたね。いや、でも本当に染みる、素敵な歌ですね、改めて歌うと。すごい素敵でした。うん、よかったです。なんかすごい込み上げてくるものがあったんですけど、はい、大久保さん目に入るちょっと感情が乱れるんで、なんでよ、なんでよ、個人的に歌いに行きますよ。